猫自慢登場のニャンコたち。最初に登場したのはマル。間もなく1歳を迎える男の子ですが、なかなかの貫禄の持ち主で、とっても人懐っこいニャンコです。そんなマルと共に暮らしているのがボッちゃん。こちらは少し人見知りの男の子です。事故で二本足となりましたが、元気いっぱいに暮らしており、この通り階段だってスイスイ降りられるんです。続いて登場したのは赤ちゃん猫のリオ。茨城県の動物指導センターに収容されていた猫で、引き取られた時は体調不良気味でした。しかし保護猫活動をする人々の懸命なお世話により、徐々に体調を取り戻し、今ではすっかり元気に。これから素敵な里親さんが見つかりますように。続いて訪れたのは猫雑貨カフェイモネコ。このお店の看板猫が5歳のゴマスケ。とっても暴えん坊で、撫でられるのが大好きなにゃんこなんです。最後に登場したのは白猫のマリン。海のようなブルーの瞳が名前の由来です。おてんばな性格で、カメラの前でもこの通り可愛い姿を見せてくれたのでした。